ちょっと開けて。洗い物して。ちょっと溜まってきた、洗い物。あれ、バスケ負けた人一緒か、洗い物。洗いまして。個人戦じゃなかったよね。まあ、チーム戦やったな。うん。もう一人いるんじゃないかな。うん。あ、なるほど。あ、いやいやいや。なんで寝てたやん今。ごめんごめんごめん、マジでごめん。ごめん、こんなつもりじゃなかったよ。動画回してるからさ、そのみんなには笑ってほしいからさ、その、なんでもない。あ寝てたやん。寝てるだけよ。何も動いてん。あ何がやん。クモンが適任ちゃうかな。くさいな、ミヤノがやってええやんけ。おい、ちょっと待て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 。開けろ開けろ開けろ。何やねちゃうやん、お前ら負けたやん。だから洗い物して。え？いや、どういうことやなくて、負けたやん。フリースロー勝負っていうのはな、負けと認めた時点で負けや。いや二度と出てくんな。怪我人やぞ。怖いね。洗い物せ。宮野、何や。約束やもんな。洗うわ。え？約束やもんな。バスケ負けたもんな。クモンちゃんは多分疲れてんねん。昨日も遅かったし寝んの。だから俺が洗うわ。俺洗うわ。俺洗うわ。気にせんといて。確かに足痛いし、先生には絶対に安静にしといてくださいって言われて、約束やし。でまあ雲疲れてそうやから俺洗うわ、ありがとう。雲じゃない、雲じゃない。え、一個も分かってない。うんってことは一個も分かってない。誰が作った、誰が使った。ああ俺は食べてないし使ってない。え、雲もじゃあ、姉ちゃん使った。いやいや、もう使ったけど、姉ちゃんが汚した、汚したというか、でもフリースロー買ったやん俺。フリースロー対決で買ったから、負けた人は洗いもんやん。勝負っていうのは紙一重、タイミングによってお前勝ち負けは変わるんやね。お前待って、くそ、開けろこいつ。あれか、寝転がるときにダメージ負ったんか。洗えよ、洗えはよ。お前もうええわ。お前もうええねん。お前何を盾にそこまで俺はこれなんから、なんかお前は何を盾にそこまで引きこもってんの。今日静まで決めよう、今日、今のところ手を沈む。ういけど、これバランス崩して後ろあれやけど、うん、バランスやって後ろあれやけどな、うんうん、え、はい、フリースローにも負けて手押し相撲にも負けて。え、あそこはもう怖いから。お前さ、反射でよけんねん。そういうのって反射が一番痛いねんから。マジで次やるよ。じゃあ着もよろしく。いやー、だに
こいつ頭おかしい。働ける約束とか守れへんかったら働けへんで。だから反射が。ビクってなんねん。おい待て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 、洗ってやろそれ。おいチャイか、インドのチャイで一回くぐらして次の客に出すやつ。じゃあありがとう、ありがとう、ありがとうね。もうこれ今日も診断書免罪符見とこうもみたいなもんや。あー痛い痛い。もうええよ、もうええって、もうええってって。痛ないやん、そんな。しかもそんな痛ないやろ。もうこれなんで嘘って確定させてるのか知らんけど、こけたの動きを万が一のために。分かった。じゃあここからやん、ここはマジやん。うん、じゃあ、宮ちゃん、さっき俺寝るわ。うん、うん、おやすみ。明日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 明気づけよ。そろそろ。何が？俺取って9ヶ月。よいしょ、ありがとう。よいしょ、よいしょ。気づけよ。なあ。ないねんから。わかるやろ。まあ正直、俺の方が苦境やな。そんなわけないやろ。ただの肉離れで。しかも軽度の。俺の方が不幸や。そんなわけないやろ。悪い。俺が一番。そんなわけないやろ。そうマジで。起きるよ。お前やめろ。起きたのか。いやさ、最初は心配やったよ。もちろんね。なんで今心配ちゃうの。うん、なんかもう家やし、そんなことできるんやっていう安心感。やっぱこけた時はさすがにお前もえマジでってなってたけど。あれはびっくりが勝ってたな。うん、そうそうそう、怪我したことないのに。怪我マジでしょ。一回だけあの指骨折したことあるけど。怪我や。あん時言えよ。いやでも正直変わってないから、その物事の重さっていうか重要度。うん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 、そうね。うん、早く起こしてほしいし。じゃあ無理やんだって。今起こすの無理やん。じゃあこれよう考えてみ。視聴者の皆さんも考えてね。なんで起こせないか。これ藤井くんが映ってるということは、うん、僕がカメラを持ってるね、うん、カメラを持ってるということは、うん、右手で持ってるね、うん、起こせないね。考えたら分かるよね。友達を優先したらいいんちゃうかな、動画じゃなくて。あー、まあ確かに友達を優先する気なんちゃうかな。せやな、ちょっと起こすわ、はい、ほな。見たことないわ、こんな。一回わざわざカメラ落ちてまで起こすって言って、一回画面真っ暗になって、ビリも状況変わってる。見たことないね。もうお前俺こう一生ここにおんぞ。もうあれトイレとかもここでするで。でそれは困るわ。そこ困るやろ。めっちゃ嫌やわ。起こしてくれ。せやな。それは一回止めて。友達を優先しろ。せやな。ああやろう。ごめん。大丈夫？うん、ありがとう。もう気付けよ。あ、うん、ありがとう。うん。見たことないって。1ミリも変わってない。体勢とかぐらい変わるよ。お前なんで足アリエルみたいになってんの。これが一番楽やん。うんうん。もう痛い。これえここ？そんなんで変わんの？うん、へえ。近づくの。愚か者が。痛い。ちょっとバカ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 。やっぱ力入れたらね、ここだけで大丈夫だったな。ああ。これはいけるけど、自分でこう。そっか、もう力入れるっていうのがもう筋肉を使ってるってことやから。そう。筋の肉離れやから、もうここが痛いって。怖いって言ってんね。不用意に近づくなよ。今この瞬間ももうこのまま休んでた方がいいね、俺は。せやな。そう。マジで。
じゃ起きれんの普通に。普通に朝起きてとかさ。一回寝た状態がどうやって起きるの。一回寝てや。ちゃんと全部。寝んのにも時間かかんねや。こ寝てます。二度寝いらんねん。起きろ。誰がお前のリアルなモーニングルーティンやるよでも。肉離れの起きる姿が見たいだけやん。もう朝やな。そやな、持つとこないもんな。ああ痛いんや。なんでやっぱでも右足を上にせなあかんねや。うわすごいな。結構力入って、ああ痛そう。おはよう。無理やって。気使うって。みたいなね。今でもなんかスムーズやった。ああそう、それでスムーズなんや。うん、汗やな。あと一番嫌なあれは物取れへん。ああ下に落ちてる。なるほどね。それ取ろうと思ったの。人見知りすんなって。マジで探ってんの今。どうするか、うん、マイケル・ジャクソンみたいになってるやん。かな。うん。あ、わ怖ってかお前スッと滑りそうやな。あ、え心配なるわ。なるほどね。飯何食う？無理やって。気使うね。うつすなよお前。え？なんで？これ、うん。ちゃ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 。まだその引っ越しのあれが終わってないっていうだけやん。じゃあ近い近い。終わってば。あキープアウト。キープアウト。これが普段の俺の部屋やと思われてまうやんか。いやそうじゃない。じゃあこれはもう無理を持ってきてでまだ直してないってだけやからこれ。うん、それちゃんとテロップとか入れとけよ。マジで。これマジであの、うん、引っ越した当日キーパーで。すごい。引っ越したばっかやからでも。すごいやん。まあまあまあ、まあ、そんなこと言ってる場合はないもんな。そうマジで。片付けるとかな。これはまあもうちょいこのまま。うん。あの療養生活ゼロ日目や。ゼロ日目。うん。はい。まだうまく笑うことはできません。みんなで一緒に頑張りましょう。そうやね。応援してあげてください。さいまた。あのこれこの辺をさこうやって。え。お前マジで。何してんの。俺は今宮ちゃんの頭をはたいて、うん、お前ははたかれたと思ってるだけやろ、うん、俺は寝がわくば首までいけ首までもげろと思いながらやってたからな。ちょっと早くの終了だし。こう思いよ。痛み2日目、まあ、昨日怪我して、うん、まあ、2日目ですけど、うん、どうですか。ちょっとまだ立ってないのよね。あそうなんや、今起きたばっかりか。今起きたばっかりでまだ立ってないから、うん、あのちょっと待てよ。待つやん。早起きろやとか言うてへんやん。でもね、うん、なんかな、マシな気すんねん。あ、そうなん、うん、なんか昨日は朝痛そうやなみたいな話してたけど、仕事待てたからかな。回復してる？どう？クララかお前。あのアルプスの少女ハイジっていうアニメで、うん、クララっていう人がいるんです。説明いらんねん、わかるやろ。わかる前提でこっちも突っ込んどんの。あおえ何危なかった今もしかして。あ変わらずやな。あそう変わってない。うん、あー痛い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 。ゆうちゃんご飯は？これまあ昼まだやな。あーなんか作んの？うん、まあまあまあなんか作って食べてから行こうかなと思うけど。もう食べる時間中？いやもう。あそうや、俺もお腹空いてるわ今。そういや。あそう、うん、なんか食べや。
俺が料理したら迷惑か。いや全然。いやいや、やっぱちょっと心配とかするやろし。え、なんで？姉ちゃん一緒に作ってやご飯。最初から言ったらええやん。回りくどいな。いやでもね、もうないのよね。豚肉あれやろ。うん、あるな。豚肉あるな。知ってたんや。豚肉があること。あとお茶飲みたい。お茶くんで。いや、近いやん、冷蔵庫。もう一回座ってもうだから。立ったらええやん。痛い言うて。お茶お茶入れて。お茶お前お茶飲んだことないやん。あるわ。お前がお茶飲んだことない。アジア人やぞ、俺。アジア人でお茶飲んだことない。アジア人ってまとめんなよ。アジア人やぞ、俺。アジア人ってまとめんなよ。日本人でやろ。ちょ、マジで、お茶、これ最後最後。確かにこの頼りすぎるのも知らないから。うん、あの今はもう座っちゃったからお茶飲みたい、うん、あお茶飲みたい、お茶飲みたい、汲んでください、お願いします、ごめんなさい。酒飲む？飲まんやろ酒。青茶お前レモンサワーとかあるけど。何言ってんの今、何時やの？12時俺勝つ慎太郎か。お茶飲みたい、マジでお茶入れてや、お茶入れるってちょっと待って、これ何茶がいい？何でもいい。あそう、え、そんな種類ないやろ、うちに。めちゃしかない。何に聞いた？冷えてるけどええんか？冷えてる方がええやろ。冷えてる方がええやろ。若いねんな。冷えてる方がええわ。そりゃ冷たいの飲まない。お前だ。ほんま、クソガキが。ここ。ここは。はい。満パンで欲しい。満パン入れて。今日はどうするの？この安静、今日もやっぱり。まあまあ、でも夕方には治ってると思うから、うん、ちょっと外出るかも。あかんで。あかんで。安静にせよ。いやでも安静にしたよ。だって今日ほんまは予定があったけど、うん、ちょっとあのこれってことで休んで、うんうん、今ゆっくり寝ました。うん、そうやね。あうわ、寝起きや。ゆっくり寝たからこんなあくびが出るんや。そうや、あくびして何を払うことがあるの。何がついててあくびで。てかまあ正味、明日なんか行くとしてさ、外出するとしてさ、うん、ほんまに今のまんまやとするやん、うん、行けんの？行けるやろ。明日何やったっけ？明日何があるの？明日遊ぶの？なんか明日は別に何もないんじゃない？何もないんかい。だから今日やっても明日あの安静期間があるので。あ、じゃあ今日と明日安静期間か。まあまあまあ、今日もし外出ても明日安静期間があるから、まあ大丈夫やね。わかんない。今日外出たらあかんない。あなたに安静にしないと、このチャンネルの性質上安静にしないといけないので、すいません。このチャンネルの性質上もクリアしてます。どういうこと？違和感があるときにすぐ病院に行って安静にしなさいとはこのチャンネルでは一言も言ってませんよ。あなた言ってないね。わかんない。そっ近づいてくんだよ。怖い。まあ早く治って 100m 走しようや。マジでほんまにもうトラウマになると思うで。いや怖いやろな、走んの。めっちゃ怖いと思うなあ、うん、まあ克服企画もしよう。ほんまやな。はい、じゃあご飯作って。お腹すいた。俺昨日10-12時間ぐらいご飯食べてないぞ。あ、そうな。うん、なんかウーバーしいや。作ってよ。作るっつったって何もできひんで。肉とうどんあるで。あ、何が、何？肉うどんってこと？電卓か。あなたこれからどうするんですか、この後。僕は飯谷くんと神社に行ってきますんで。でもそれが1時ぐらいでしょ、うん、出発するのが。ああ、そうね。1時出発でしょ、あなた。はい。今何時ですかって言って。ああ、今12時やね。でしょ ?1 時間じゃないですか。でも、髪型とか、今準備せなあかんか。そんなん、10分15分でいけるでしょ。無理でしょ、10分15分は。いけるでしょ、10分15分。無理でしょ、10分15分は。いけるでしょ。あれは。わかった。じゃあ、卵焼き作ってあげるわ。いらんわ、卵焼きらや。そんなやつおるの。いや、じゃあ、うわ、米ないのきついな、米。炊いたやん、炊けよ。で、そんなに当たり強い。
歩けるやん。歩けてないやん。自主遊泳みたいなこと。まあじゃあ僕は準備しますね。走るな。準備していきます。走るな、俺の前で絶対走るな。歩ける距離やろこれ。チチチってきやがって。走るな。